はい、皆さんこんにちは、ネクストビットケントです。今日もよろしくお願いいたします。で、今28日の朝4時くらいですね。ちょっと夜が明けてきそうな感じで今サッカー見てたんですけれども、なんとね、ドイツが韓国に負けちゃって予選敗退ということで、まあ前回大会優勝のドイツもうちょっと見たかったなっていうのが本音なんですけれどね。まあそんなことは置いといてね、本題に入っていきましょう。で、今日なんですけれども、知って得する解剖学ということでですね、僕のところにくださるコメントで解剖学についてのリクエストは結構多くてですね、その割に今まで栄養学だとか、それからボディービルとかトレーニングトピックで解剖学ってあんまり取り上げてこなかったなと思ってたんですよね。なので今日は少し基礎的なね、でも意外と知られてないんじゃないかなっていった筋繊維の話と、それからその延長線上の筋繊維を理解した上で最も効果的な筋肥大のコツなんかについてもね、解剖学に沿ってお伝えできればいいかなと思います。ちょっと頭が回ってなかったらごめんなさい。ぜひお付き合いください。はい。で、そもそも皆さん筋肉がどうやってできてるかっていうのをご存知でしょうか。筋肉っていうのはですね、おそらく筋繊維がたくさん集まってできたものって思われてる方が多いんじゃないかなと思うんですよね。まあ、間違いではないんですけれども、厳密に言うと筋原繊維っていうものが一番、細かい筋肉の最小単位っていう風に言われるんですけれども、実はそれはアクチンとミオシンに分かれてたりするんですけど、まあざっくり言うと筋原繊維ってものが筋肉の最小単位であると。で、それが複数束になったものが筋繊維で、その筋繊維が複数束になったもの、これが筋繊維束って言われるものです。で、これに筋外膜だとか筋周膜だとかっていうところがついていて、その筋繊維束がさらに複数集まったもの、束になったもの、これが筋肉、筋腹で、腱につながっていくと、という仕組みなんですよね。で、トレーニングしていて、今日筋繊維疲労したなとか、筋繊維の数増えたなとかっていうのをちらほら聞くんですけれども、筋繊維の数っていうのは原則、まあ、基本的には増えないっていうふうに言われてます。トレーニングしても増えないし、トレーニングしなくても減ることはないっていうふうに言われてます。じゃあトレーニングするとどうなるのかっていうと、筋繊維の数は変わらないんだけど、筋繊維の太さが太くなるっていうことなんですね。この筋繊維の太さが太くなる、要するに筋繊維の断面積が広くなれば広くなるほど、まあそれに応じて筋肉も太くなりますし、筋力もつきます。で、有名な研究で、1972年、東京大学の福永哲夫先生っていう方が実際に行った研究で、結構昔の研究なんですけれども、それまで筋繊維の太さと筋力っていうのは比例しているのかいないのかっていうのははっきり分かってなかったんですね。まあ、曖昧になってた部分があって、でも測定のしようがないと。ただ、この福永先生っていうのが超音波測定っていうのを用いて、筋肉の太さをほぼほぼ正確に測ると。で、それを245人だったかな。男女含めて245人に適用して、トレーニングやった時の重量、まあ、筋力ですよね。筋力を一人一人プロットしていって、筋繊維の太さ、断面積の広さと、それから筋力に相関があるのかっていうことを研究した実験があるんですね。まあ、それによると筋繊維の断面積とそれから筋力っていうのは比例関係にあるということが分かりました。で、この論文っていうのはこの動画の概要欄に貼っておくので、よければ見ていただきたいなと思うんですけれども、多分人によってはね、パワーリフターの人ってそんなにこう見た目筋肉がゴツゴツしてないけれども、その辺のゴツゴツしている人よりも強いよ、筋力があるじゃんって思われる方もね、いらっしゃると思うんですけども、あくまで平均値、その筋繊維の断面積における筋力の平均値を取っていくと、もちろんばらつきはあります、ばらつきあります。で、実際こんな感じなんですけれども、これを見ていただくと分かる通り、実際この大まかな線からはみ出る点っていうのはあるんですけれども、一応平均値で見ると筋繊維が太ければ太いほど筋力も高いという研究結果が出ているんですね。で、男性と女性がよくなんでその筋肉の差があるのか、男性は太くて女性は細い方が多いのかっていう時に、女性はね、筋繊維の数が少ないから女性って細いんじゃないかって思われる方がいらっしゃるんですけれども、この筋肉における筋繊維の割合っていうのは男性も女性も実は変わらないんですよね。筋繊維の数の平均値っていうのはほとんど一緒っていう風に言われております。もちろん筋繊維の数がみんな同じっていうことではないです。多少平均値から上下しますし、一番上と下を取ると最大で3倍ぐらいの筋繊維の差があるんじゃないかっていう風にも言われてます。例えば上腕二頭筋だと20万から21万の筋繊維があるっていう風に言われてるんですけれども、これは男性でも女性でも変わらないです。で、変わるのは太さなんですよね。で、なぜ太さが変わるかっていうと、テストステロンの分泌量であったりとか、その筋繊維の数以外の部分の要因が起因してるっていうところなんですよね。で、先ほども言った通り、一番多いところで言うと3倍ぐらいの筋繊維の数に差があるというところがあります。これは人種の違いであったり、人種の違いも遺伝というところなんですけれども、でも筋繊維の数っていうのは遺伝によって決まってきます。
99% は遺伝によって決まってきます。なので筋肉が太くなりやすいとか、やってもあまりこう効果が得られないっていうところ、なんでそういう話になるかっていうと、一つはこの筋繊維の数、持って生まれた筋繊維の数が多い人の方が同じトレーニングをした時に効果が出やすいんじゃないかなっていうところはあります。じゃあその筋繊維の話も踏まえて、これから最も効果的な筋肥大のコツっていうお話をしていきたいと思います。もちろん今からする話っていうのはそんなにこうトリッキーな話でもないので、ある種基本的な話でもあるので、すでにご存知の方はねたくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、まあ、おさらいの意味も込めてお話できればなと思います。で、例えば大胸筋を例にとって見てみると、大胸筋って上部、中部、下部に分かれてますよね。で、それぞれ筋肉って起死、停止っていうものがあって、これは解剖学的な用語なんですけれども、起死っていうのは筋肉の始まり、停止っていうのは筋肉の終わりなんですね。で、大胸筋でいうと上部が鎖骨の内側からついていて、上腕骨の大結節量っていうところに停止がついております。で、大胸筋中部は、胸骨と肋軟骨に起死がついていて、そこから始まってまた同じところ、上部と同じ上腕骨の大結節量っていうところについております。で、下部は実は腹直筋の上の方から入って、また停止はね全部同じところなんですけれども、上腕骨についていると。まあ、ここに写真出しておきますけど、こういったイメージです。これはまあ皆さんもイメージされるそのままだと思います。で、よく上部はインクライン、中部はフラットベンチ、下部はディクラインとかケーブルクロスでこう下に落としてくるような動作がいいんじゃないかと思っている人というか、まあ、それは効果的だと理解されている方はほとんどだと思うんですけれども、なぜそうなのか、なぜそういう動きをすると筋肥大するのか、効きやすいのかっていうところなんですよね。で、理由っていうのはもう一つしかなくて、最も筋肥大が起こりやすいトレーニングの方法っていうのは、筋繊維の向きに対して垂直に刺激を入れれば入れるほど筋肥大がしやすいと。それが筋肥大のコツになります。まあ、当たり前って言えば当たり前なんですけども、扱う重量をなるべく、まあ、100キロだったら100キロ大胸筋チューブに乗せたいと。50が下で50が真ん中だとかもったいないので、なるべく扱ってる重量を 100% に近いパーセンテージで対象筋に乗っけたいっていうところで言うと、筋繊維の向きに対して垂直に刺激を入れてあげるっていうのは非常に重要なんですよね。この写真を見ていただくと分かるんですけれども、大胸筋の上部っていうのは少しこう、上腕骨から上の方、首の上の方にかけて流れてますよね。で、大胸筋中部っていうのは、まあ、ほぼこう平行というか地面に対して平行な感じで流れていて、大胸筋下部っていうのは下に向かって流れている筋繊維っていうことは、この図を見ていただくと見て取れると思うんですけれども、つまりフラットベンチをやるんであれば、大胸筋中部に対して垂直な刺激が入るわけですよね。で、この刺激の向きっていうのは筋繊維の方向に対して、まあ、筋繊維の方向に対して同じ方向というか、筋繊維の方向に対して壁があったとしたら、その壁に対して垂直に刺激が入るようなイメージです。で、インクラインベンチだとどうなるかっていうと、まあ、体を少し立てるので、結果的に動かした時に筋繊維の向きに対して力の向きが合ってくるんですよね。力の向きが上に入りやすくなってきます。これはもちろん肩関節の外内転の位置によってもまあ変わってくるところで、ちょっとね難しい部分ではあると思うんですけれども、で、下部を狙うときリクラインとか、あとケーブルクロスで下に持ってくるときっていうのは、筋繊維の向きが下に向いていますから、寝そべって頭が下の状態を作ってあげて、そこから真上に押す、または普通の今の姿勢だったら自分の今目線よりも斜め下に押してあげると、このラインっていうのは、下げるラインっていうのは必然的にこの普通にフラットベンチを押すより大胸筋下部の筋繊維の向きに向いてくるんですよね。まあ、ちょっとこの説明が今の説明が分かりやすかったらちょっと分かんないですけども、まあ、こういう風にですね、筋繊維の向きに対して垂直というか、その向きに向かって刺激を入れてあげるっていうのは非常に大事なんですよね。なので、広背筋だとか大胸筋だとか大腿四頭筋だとか、自分が今ターゲットとしている筋肉の筋繊維がどういう向きで走っているのかっていうのはしっかり理解する必要があるのかなと思います。まあ、なんで垂直なのって話をすると、簡単で、もうこれ中学校の物理の問題とかなんですけれども、例えば壁があったとして、この壁を 100% の力で押したいとしますよね。その時って壁に対して垂直に押してあげるのが一番力が加わりやすいじゃないですか。これが例えば下から斜め45度に突き上げると、この力のモーメントっていうのは壁の方向と、それから壁に対して真上の方向に分散しますよね。さらにそこに重力が加わったり、垂直抗力、壁からの垂直抗力が加わって、モーメントが変わってきて、これはサインとかコサインで計算すれば出てくるんですけれども、押した力の 100% を対象物にぶつけるためには、対象物に対して垂直に押してあげると、斜めじゃなくて下から斜めでもなくて垂直に押してあげる、これっていうのが必要なんですよ。まあ、これに関しては皆さんご理解いただけると思います。なので筋繊維の向きを理解してあげて、その筋繊維の向きに対してまっすぐというか、まあ、壁があったとしたら垂直に刺激を入れられるような意識をしてあげると、筋肥大、そうじゃなくても単一の筋肉を刺激するっていう意味では一番
効果的というか、まあ、それが一つコツなんじゃないかなというふうに思います。今日は珍しく解剖学の話をしてしまいました。あんまりちょっとこう頭が回ってなかったんでうまく説明できたかわかんないですけれども、こういう動画がいいねと思ったらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いいたします。今後もねまたこういうトピックを出していきたいと思います。インスタグラム、オフィシャルウェブ、ノート、オンラインサロンなどソーシャルメディアもやっておりますので、エンドロール概要欄からぜひチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。I'm looking straight at me. The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember time around November. Never be ever, but you took the letter. She was still playing the right game, then I was lame. All of the sudden.